マガジンチャンネルクソ中島が出てくるとは一体何がどうなってるんだこっちだビデオカメラも携帯も手放さないとドアを開けないと言われ持ってくることができなかったおい中島城崎さんは一体どこにいるんだよここだえさあ ようこそ田中恐怖のいじめショー始まんぞー <laughs> じゃあ早速だが城崎お前の歯抜くぜーはえっよし突然のことにあいつはまだ状況を理解できていない今のうちに早く抜いてしまってうーんこれは失格だなえ 急ぎすぎてていじめ感が皆無むただ抜きゃあいいと思ってねえか中島ふっ <laughs> そんなこと言いましてもほらややめろ中島最初に出し抜かないともう田中がまとわりつき出したら。 それを抑え込みつつ、歯を抜いていじめるのなんて、ほぼ不可能じゃないですか来るなー <laughs> さーて、どの歯から抜いてやろう。させるか <laughs> あっちってやがれ田中、誰なかやばい。このままでは。このままでは。いいな。 中島、ちゃんといじめられなかったら次はお前の歯全て消えるからなあの地獄がまた止まれタ中カと止まれと言われて止まるかよこれ見ろよえなんだよこの汚れたセーターこれ お前がいつつも着てるやつだろそのシミな血なんだよはっ血嘘だと思うなら嗅いでみな確かに鉄くい何の血かは想像に任せるがよ言うこと聞かねえと今日の俺は人を殺しかねないとだけ言っとくぜ、はあ いやえっまさか白崎さんどこか傷つけられてそれともこいつ他の誰かをそうだいいぞまさかその血が俺の血だとは微人も想像できまい恐怖しろ普通ならさすがに人を殺すまではするわけないと思うだろうがべっとりついた得体の知れない血は 大きな説得力を持ってくれるはずこっちから力づくではどうにもできないなら田中自ら行動できなくさせるしか道はねえさーて白崎お前が歯だけで済むかどうかは田中次第だからな来るな来るなよ田中頼むぞ田中 く、くそ、は、よーしこれであとは罵倒しながら余裕を持って歯を抜けばいじめは成功それじゃあ白崎一番根深そうな奥歯を抜くぞいい声で泣けよこのメス豚イカれ女がよ んいや本当にそうだなホンこのクソメス舞台イかれ女が思えばこの苦労も恐怖も痛みも全部このクソイカレ女のせいなんだよなぜ俺がこんな目に遭わなきゃいけない俺はこいつをもっと恨み憎んでいいはずだよなそうだふざけんじゃねえよこのクソ女 ちょうどいいじゃねえか恨みを晴らすチャンスだぜこれはお前のお望みどおりここぞとばかりに今までの恨みを込めて思いっきりお前の歯をぶち抜くとしようじゃねえかよ